Xbox ともクロスプレイなのこれ。うん、全デバイスとね、クロスプレイだよ。いいやん。あなたは PC だし。PC だよ。で、どう ?PC で、このグランドウォーやってみて、どう快適?めっちゃ快適だと思う。でしょうな。僕は今のところ、操作がわかんない。でもパッドならね、敵を見つけて撃ちゃい。まあそこはいいんだけどさ、戦車とか乗るとさ、Xbox のボタンでなんか操作説明出てこられたって意味不なんだよね今。まあまあまあ、もう戦車にあんまり乗る気はないからな。今度はゆっくりアルファから順番に拠点取っていこう。チャーリーの激戦区にはもうコリゴリだ。撃つな撃つな。どんだけ撃ってんの。B 取っちゃおうかな。待って、俺にも取らせて。 LMG 走んの遅せ。遅いんだよな、ほんと。俺 C 無視して D 行こうかな。まだこの勢いならチャリ行けなくもない。行ってみよう。あれ、この建物から行けるんだっけ。あ、行けねえかも。名前打たないで。あ、あかん、チャリ。ハイブリッドサイトなかなかいいな、これ。ほら、なんかサイトつけるとさ、エリソクで下がる的なデメリットついてるから、なんか嫌なんだよ。あ、そうなの。俺はそんな情報信じない。信じてもらう。誤差だろうけどさ。さ、いて。スティム。貫通か。C をさ、C で激戦してるっていうのにさ、知らんとこから、撃ってくるスナイパーさんたちね、お怒りを申したよ。いろんなところから来ちゃう。嫌になっちゃうわ。今の撤収なんだ。あ、カウンター UAV。 そっか、レベルキャップ上がったから使われるのか。あ、それね、カウンター強い。オッケー、D 行きたいぜ。え、あ、そっか、 UAV 飛ばしてもダメじゃん。いや、ちょっとここ敵が多すぎる。逃げたい。LMG のリロードぐらいゆっくりさせてほしいな。よし、これ弾薬キット出すのもなんか遅いな。無駄なモーションが多いな。ああ、処刑された。うまい。何かすることない。特に。あ、今武器 BO3 の BO3 じゃない、なんかゾンビモードの、うん、なんだっけあれ、パッカーパンチしたみたいな迷彩してたもん。マジで。パッカーパンチ迷彩って無駄にかっこいいよね。なんか血管が絡みついてるような柄とかあるじゃない。わかるわ。久々に BO1 のゾンビがやりたいな。BO1 やったことないよな。いや、 BO1 のゾンビは原点に、あ、原点はワールドアットウォーだけど、頂点だよ。頂点。あ、それはま、カウンターうざいな。何や。おーね。と、俺ちょっと E 拠点近くまで来ちゃったんだけど、どうだろう、これは。
隣の建物にいるのは君か。俺な。どうする？いいに攻めたい。いいっちゃう。遠くに敵のパーソナルレーダー、誰かが監視されてるぞ。よっしゃ。マウント強い。僕あと1キルでヘリガンナーなので陰キャになります。頑張って。いい取っちゃおう。オッケー。じゃあお前を狙う敵を俺が撃てばいいんだな。待って、いいにめっちゃリスポンスしてん。つらいつらいつらい。バレたかな。これ伏せ撃ちするよりマウントした方が安定度が上がるとはどういうことだい。マウント最強だ。マウント最強だ。ヘリガンナーいらっしゃい。俺が援護する。任せろ。え、待って、全然当たんない。ミサイル。ちょ、これね、弾道遅延みたいのがあるんだわ、このヘリガンナ。ちょっと難しいな。落とされた。え、頑張った方でしょう。これストリークありきだと思うほどなかれだ。すぐ落とされちゃう。あ、どんまい。そっからリスポーンしたかったのにな。どんまいだな。あ、VT 折れるよ、ベルは。オッケー。ああ、バレた。いや、戦車がたくさんいる。すんごい痛い。弾薬ポイント。開けすぎだな。いやー、やばい。いや、エコー激戦になってる。いやー、俺はもう一回この建物の上に行って武器をマウントして敵を撃ちまくろうかな。あら？ VTOL。 待って、この建物敵いるわ。おい、バラ。オッケー。あ、いた。あー、まだいる。ワンキル？オッケー、やった。ナイスナイスナイス。やばいやばい。あー、死んじゃう。あー、まだいる。巡航ミサイルかよ、くっそ。APC からリスした。あ、なんだと？食らえバカ野郎。よし。いや。固まってる。エコー拠点、スナイパーマンがたくさん監視してる。めっちゃ。いやー。重い。建物に入りたいんじゃ。やめてくれ。いや、わかった。笑い。なんだあれ。あれ。カウント落とすわ。オッケー。すれ違って。体育やる人が案外いないもん。ああ。チャリ取られちゃった。ミサイル撃ってんだけどさ、ヒットマークは出ないんだよね。おお。なんかおかしいな。いらっしゃい。いや、敵いたね、今。やった。バゴン。ここから出たくないんだよな。あ、いた。あれ、来ない？いない。俺まだ生きてるよ。戦闘中で、そこマジで今どうだい。あー、もうリスポンしちゃった他で。はい。危ない戦車スティム
危ない危ない、どんだけ来るん。え、いや、わしはまだ生きてる。俺も生きてる。今 D 取り返してるわ。ほら、エコーからやってくる敵を。分隊員に文字化けしたみたいなやつがいるんだけど。面白分隊員だな、これは。おお。エアストライク強いな。スコストのさ、ザキルスとか。はい。エアストライクで敵の戦車指定して爆撃っていうのできて。なるほど。すごいいいわこれ。それ効率的な破壊方法だね。うん。カスタムコント。くー。よし。あ、やばい。やってくるこれ。そろそろ私の存在に気づいてそうだ敵が。こんなに陰キャしちゃったら。上空に味方の UAV レーダー操作を始める。ヘリガンナーゲット、サポートヘリゲット。サポートヘリ展開準備。結構重いのに全然いけるね。いやー、死んだらヘリガンナーを呼ぼうかな。あ、やばい、俺のお家が攻められる。お家が攻められる。俺のお家が。ああ、お家。お家取られた。もう指令にリスポーンして。ヘリガンナー。落とされやすいんだよね、思った以上に。難しいかもしれん。なるほど。慣れが必要だね、これは。サーバルとミサイル、あ、フレアはないか、さすがに。あったら強すぎるか。あー、あかん。あの戦車が壊して、あの戦車壊して。よっしゃ、戦車破壊。あー、さよなら。さよなら。さて、これ ATV はさすがに運転してて事故で死ぬことはないよな。よし。へい。あ、ビートっちゃったか。いや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 、仕事が早いよ仲間よ。スティムは普通にあり。ちょっとそんなに強いか、遅いんだけどね、刺すのが。じゃあ44人倒した。あなたも随分倒したね。スコアボード見れねえからわかんねえんだ。あ、そっか。ここが44キル10です。で、あなたがね、42キル13です。割としてた。1位と2位をね、舐めたね。あ、ほんとだ。タブキーで見たわ、コントローラーじゃなくて。そこはキーボードを発動しちゃう。キーボード発動してみた。